術は約400年前に神道流の門人である武僧権之助勝義により創始された。権之助は当初太刀の技を持って宮本武蔵と試合、釜戸神社に三冠三郎し、満願の夜夢に同志が現れ、丸木を持って水月を知れとの密着を受け、さらに戦績を積み、槍、薙刀、太刀の双方を取り入れ、ついに情の技を編み出し十字止めを破るに至ったと伝えられている。この技を神道無双流と言い、代々福岡の黒田藩に伝わった。刀流は長さ4尺2寸1分、直径8分の平凡な樫の杖を使用する。術面においては槍、薙刀、太刀の要素を兼ね備え、千変万化する多種多様な技である。また精神面においては人を殺める高度な武殺の理念である。第2回場直進狩流なぎなたのご演武終了いたしました。続きまして第2回場武装神殿居合重心流詰め合いのご演武です。奥州の人林崎仁助重信は名字に賛同し、武装に神より教えを伝えられ、抜き打ちの一刀を持って勝ちを得、東方を勝ってきました。神谷平兵衛、長野村九歳を経て九代目林六太夫森政より土佐藩のご流儀となった。中山白道は後細川義政師範師等に支持し、武装神殿流として剣道と共に奨励し、居合術の交流に努め、全国に普及した。重心流詰め合いとは、仕方、相方、相対して詰め合い、抜き打ちに切り合い、勝負を決する形合いである。さあ、ご覧のされたら、また。
第一会場、東武総流城術のご演舞でした。